モーニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。今週も大賞に輝いた方には福岡の美味しいお取り寄せ食べんとの一品プレゼント。今週はリストランテファンファーレのトスカーナ風魚介の食べるスープカチュコプレゼント。すごく美味しいスープです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。そして今度の土曜日夜8時になったらモーニングジャムはおもろい家族のリベンジ配信やります。はい、配信ライブをやろうっていうことだったんですけれども、なかなかその配信システムがうまくいかなくって、で、今回リベンジ配信ということになってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。いやー、それにしてもイプシロンロケット心配だね。6号機破壊のねえ命令送ったってことですけど、いやーこれちょっとね、また情報が届いたら、お伝えすることにしましょう。では今日の作品、まずはねこちら男性の方ですね、富雄さんです。中地岡本さん、おはようございます。おはようございます。いつも楽しく聞いています。私は福岡の会社で昔営業職をしていた時に寝不足で、そしてラジオから聞こえてきたモーニングジャムのおもろい家族の面白さに笑って助けられたことがあります。その説は本当にありがとうございます。男だけのおもろい家族を聞いて8年前の夏を思い出したのでメッセージしました。もう男だけのおもろい家族っていうか、もうね、そういうね、あの変なジャンル作らなくていいです。私の地元は離島、信号機が一つしかない何にもない島。福岡の都会に出てる私は当時ませてて、島に帰るとおしゃれだなとか爽やかやなと言われることに優越感を感じておりました。毎年毎年盆正月、実家に親戚が15人集まって食事して、盆正月恒例の麻雀大会が行われ、その年のお盆もこたつを2つ用意して4人4人と麻雀卓に分かれて、残りの人は漫画の本を読んだりしておりました。麻雀中は割と静かな空間ということもあって、ふと私はもっとおしゃれに思われたいと携帯にダウンロードしていた最新の洋楽集をボリューム大きく流すことにしたんです。みんな洋楽は知らないけど、いろんな曲が順番に流れてくるのを聞き入って楽しく楽しく麻雀をやっていたんですが、急に Oh Yes Oh Yeah Oh Yes Oh 聞き慣れない歌詞がというか、音楽がなくなって Oh Baby なんなんだこの歌みたいな顔をしている。おお、カモン、イエスイエスそうです、ダウンロードしていた洋楽を流していたはずなのに、途中からダウンロードしていた洋物のエッチな動画が大音量で流れ始めたんです。やばい。みんなの顔を見ると、顔をしかめている人、顔を真っ赤にしている人、笑いをこらえている人、でも誰一人突っ込んでくれず、おお、イエスそれだけが響き渡っている。私は顔を真っ赤にしながら、少し遠くに置いていた携帯に後悔しつつ携帯まで歩いて音源をストップ、麻雀に戻ることなく自分の部屋に戻って布団に潜り込みました。絶対あれってバレてる、なんであの音源が流れたんだ。みんな気を使っていたのか、誰も呼びに来てくれず、そのまま朝を迎えました。せっかく積み上げた爽やかなおしゃれキャラだったんですが、その後は見事に洋物キャラに変わってしまって、島の親戚にも気取らずお笑いキャラとして生きているというのは言うまでもありません。Oh yes。ジャパニーズスタイルではないバージョンだったんですね。そうですか。ねえ、あの、こっちが好きだっていう方もいらっしゃいますよね。ええええ、
そうですか。僕はなんかあんまりリアルじゃないんで、そっちはなんかあんまりこう、そうですね、まあ僕もそうですね。ジャパニーズスタイルの方がいいかな。ジャパニーズスタイル。さあ、それからね、ああこういうのも行こうかな。女性の方からいただきました。こういうことあるんですね。みゆきさんです。中地岡本さん、おはようございます。おはようございます。この前の日曜日、息子文人の初めての誕生日でした。1年前、日付が変わった時間ぐらいからじわ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 強まる痛みに耐えて、丸1日かかって夜の9時50分の出産でした。その日は本当に大変で大変で、で初めての誕生日を迎えて、そういうことを思い出しながら、ああ今頃はまだ余裕でお昼ご飯食べてたなとか、そろそろ油汗かいてきた頃だ、ああこれぐらいの時間は痛みで叫んでる私の隣で夫が助産師さんにちょっとパン食べてきていいですかと聞いて、でそれを聞いた私はなぬと思っていたとか、時間を追っかけながら思い出して過ごしました。初めての誕生日のお祝いで、じいじばあば私の姉も来てくれて、普段は覚えたてのあんよをしたくてしたくてたまらない息子なのに、持ち踏みでビビりまくってギャー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 泣いて、みんな一同大笑いの一日でした。大人って残酷ですね。息子これからもすくすく育つんだよ。やっぱお母さんってこういうこと思い出すんだね。細かく覚えてるんですね。ねえ、これぐらいの時間はこうだったな、これぐらいの時間はああだったなみたいな、ね、そういうことだそうです。おもろい家族パート2はお昼12時からです。